どうも。8月ですね。8月。プール難民ですよ。本当に。あと2ヶ月かな、暑いのも。どうですかね。わかんないね、もう読めないね、現代の気候は。そうね。あさってツーリングなんだよね。どこ行くの？群馬？もうライアンのロケ地があるらしいんだよね。群馬に？どこよ、町は。わかんない。まあとにかくあれだよ。いつも通りちょっと森林公園あたりを走ってから群馬あたりまで足を伸ばそうかと。森林公園でみんなで落ち合うの？寄りで落ち合うよ。寄りで落ち合うんだよ。あ、寄りで落ち合うんだ。森林公園の外周の道がでもなんかさ、田んぼとかでさ、いいんだよ、こうなんか昭和の夏って感じで。そうだよね、わかる。平らだしね。すっげえいいの。走りやすいしさ、なんかこういい気分だね。なるほどね。でも森林公園あたりの下の横の道って全部田んぼでさ、そう、見通しがいいしさ。そうなんですよ、ね、あれはすごい昭和だよね。タイムスリップしたみたいだよ。わかる、あれがなんか昭和のなんか景色だな。俺もそうなんだよ、昭和の夏バイクで走る感じが。そう、しかも夏。そうね、それをやりたいわけよ。なるほど。加藤さん、小太郎さん、いつもお世話になっております。どうも、メープルシロッパーと申します。メープルシロッパー、この番組でも前々から聞いていた現象ですが、子供が生まれたことによりキャラクターズとの距離が徐々に空いてきているのを感じる今日この頃です。ほう。アナログボックスはもう少し落ち着いて奥さんの許可が下りたら買おうと思います。こういう人を動かさなきゃダメなんだ、営業をね。そういうことなんですよ。こういう人を動かすのが次の営業の仕事なんだよね。はい、ところで仮面ライダーについて聞きたいことがありました。おう。僕は仮面ライダー隙間世代で、昭和ライダーにも平成ライダーにも触れずに来ました。ですがお二人のトークで興味を持ち、毎週金曜日、東京 MX で放送している初代のリマスター版を楽しんでいます。なるほど。主人公本郷猛のファッションが途中からガラリと変わっています。ウィキを見ると一文字隼人の人気にあやかり、ファッションも取り入れたような記述がありますが、僕にはどうにも藤岡弘には似合わなく見えます。当時の流行もわからない若輩の意見なので、あの頃はあれがマッチしていたと言われたらそれまでですが、リアルタイムの小学生たちの目にはどう映っていたのか聞かせていただけたら幸いです。なるほどね。ステッカー希望と。なんか何、あの人さ、仮面ライダーで怪我したの？折った。そうなんだ。だからなんか第1回目の放送がなんか病院で見たって言ってて。そう、これ有名な話ですよ。あ、有名な話なんだこれ。何、このライダーあれやっててバイクですっ転んだかなんかしたってこと？なんかそうなんじゃないの。自分でやってたんだね。そうだね、すごいね。それで2号ですよ。で2号か。あ、そういうことなんだ。そうなんです。確かにね、本郷猛最初ずっとあれなんですよ、ジャケットにネクタイみたいな。あ、そういうファッションだったの。そうだね、そうだ。じゃあ何、小太郎君、俺がぼーっとさ、こうなんかこう思い出すと、なんかジーンズの上下みたいに着てたのが2号？白？ちょっと分かんないんだけど、デニムっていうイメージだった。サファリジャケットっぽいの着た。白のサファリジャケットっぽいのはたけしだよ。それたけし？サファリジャケットが復帰後のたけしだと思うよ。小太郎君、じゃああれは2号は何着てたの？一文字だとかスカーフが巻いてんだよね、確か。そう、そのイメージある。そっちだ、俺の覚えてるライダーは。それなんかこうクリーム色っぽいなんか服だったよね。一番最初じゃないね。どうやって出てくるの本郷猛？どんなファッションで出てくるってことあるから。本郷猛登場はだってバイクの練習だから。そうなんだ。バイクウェア着てんの？普段着はやっぱりグレーのズボンにコンブレみたいなさ。そういう感じなんだ。だったと思うよ。へえ、それは全く覚えてない。多分それで一文字隼人が人気で出たから、復帰後はさ、カジュアルに行こうぜってことになったんじゃないの？なるほどね。リアルタイム小学生はあんまり気にしなかったね。気にしないよね、うん、でも覚えてないぐらいだからさ、うん、だから別に似合ってないとも思わなかったね。そうだね、だ自然に受け入れてたね、うん、あの頃の本郷隆かっこよかったからね、やっぱね。あ、そうだね、うん、確かに確かに本郷隆すごいよ。あの映画とかでもあの頃の映画かっこいいよ、あのライダー直後とか。あ、そうなんだ。結構出てるの？いろいろありますよ。へー。パープルシャドウズのさ、うん、小さなスナックってあるじゃん。あるね、あのあれ映画もあるんだよね。あれの映画もあるんだ、うん、そのタイトルの、うん、あれ本郷隆っていうか、あ、それ本郷隆なの？うん、出るんだよ、ライダー直前の。あ、そう、うん、よく知ってんね、孝太郎君。それラストシーンはあれですよ、あの青山のあのキラー通りのところの今でもあるマンションからシュッてこう、うん、あれでもまあ小さなスナックごっこできるってことですよ、今でもね、うん、まあごっこしてもしょうがないけどね。俺したいよ。なんでしたいんだよ、それ別に。でもあの頃はそういうさ、ヒット曲があると必ずそういう映画になってたんだよね、きっとね。小さなスナックでもまあカオスな映画だよ。あ、そうなんだすごいよ、あの映画。あ、そうなんだ、うん、普通のなんかこういうなんかなんだろうな、恋愛映画的なものじゃないんだ。恋愛っちゃ恋愛だけど、なんかイメージがさ、小さなスナックってとかそういう感じがするじゃない。重いね。重いんだ。重いね、最終的にね。へー、そう、うん、あんななんかヒットした曲なのに。だから彼らが出てきて歌うシーンはまあいいんだけどね、うん、そういうことか、うん、へえ、いいっすよ小さなスナック。こんにちは。毎週欠かさず夫婦で拝聴しております。おお、嬉しいね。やっぱ夫婦で聞かないかねなんでだよ、いいじゃん別に一人だって。いやいや、夫婦がいいよ東方は長崎在住。あれだよ、ジャパネットとかだって長崎だよね。そう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 。ああ、そうだ、そう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 。あとあれだよね、慶太郎君長崎だよ。長崎ですよ、うん、俺この間ジャパネットとかだって買い物したよ。マジで、うん、何買ったの？シャワーヘッド。ああ、シャワーあるね、うん、よかったの？ちっちゃいバブルが出て、ナノバブルが。へえ、泡が小さすぎるからすぐ冷めるんだよ。あ、そうなんだ。でこっち飛んでくる前に。なるほどね。実感してんのそれ？どうなんでしょうね。どうなんでしょうねってお前が言ったんじゃねえかよ。いやでもなんかずっとこうそのシャワーを顔とかに当ててると気持ちいいね。あ、そう。うん。やっぱそのつぶつぶがあれなんだね。やっぱ炭酸の泡にもこだわる男だからそういうとここだわるね。あ、そうなんだよね。アタックがね、やっぱね、いい気がするね。あ、そう、うん、ちょっと興味あんな、それ買いましたよ。だってさ、その説明してる男と女で説明してるじゃない、うんうん、これいいですよみたいな感じでさ、はいはい、先生、男の人が女の人に何とかさ、これあれなんですよねって言ったら、私はこれ旅先にも持ってくんですって言ったら、あ、頭だけ外して持ってくんですよ。すげえな。それ聞いたら買っちゃうでしょ。そんなすごいんじゃ買っちゃうね。うん。じゃあシャワーの頭取り替えてやってるってことか、各地で。そうですよ。嘘だと思うけどね。いやでもすごくない？いやまあでもそんぐらいなんかね、なかなか良かったよ。へえ、そうなんだ。うん。ナノバブルだよ、ナノバブル。ナノバブルか、よく聞くね。iPod ナノってあったでしょ？あった。あのナノです。ナノね。うん。ナノバブル。うん。へえ。まあそれでこれ読んでるね、うん、で長崎在住のファン歴33年だ、相談がありメールしました。はい、ちょっと縁があり妻の方が CT スキャン検査を行うことになったのでこれについて悩んでいます、BGM についてです、うん、検査の説明を受けたところ検査時間が、うん、約40分あるというんです、うん、あのでっかい看護型の機械に入ったまま身動きできずシラフで40分耐えられません。お医者さんからはくどいほどに何度も兵所恐怖症ではないですよねと尋ねられ不安は増すばかりです。しかしここで一筋の光が。機械の中ではヘッドホンをつけてもいいよと看護師さんから優しい言葉。BGM も流せるよとのこと、ここでご相談です。何を聞けばいいでしょうか。お二人なら何を聞いて過ごしたいですか。おすすめがあればお聞かせくださいとここまで書いたところで、実は BGM を選ぶことができず、当たり障りのないクラシックが流れるのみという情報が入ってしまったのです。お二人だったら CT スキャンの苦行中に何を聞いて過ごそうと思われるのか気になります。もし想定でお聞かせください。お二人の回答を胸にその後の検査を乗り切りたいと思います。なるほどね。 P ネーム飼い猫はローストナッツ色。なるほど。40分の中に小田君、俺ねそれやったことあるんですよ。ここ5年いないぐらいで、で俺は40分とかやんなかったんだけど、ヘッドホン確かにして、音楽流れたんですよ、クラシック確かなんかねビバルディかなんかかかってたかな。でもただねマシンの中に装着されるでしょ、ゴーって入ってって、でスイッチ入った瞬間にすごい轟音がするんですよ。ゴーって。なるほど。ジェットエンジンみたいに。何も聞こえないだから結局かすかに何かが聞こえたなっていう感じ。じゃあハードコアがいいんじゃないの。でもハードコアがいいよ本当だったら、でもね40分はね孝太郎君長い。俺本当に 2,3 分の話だったもん。いや俺ヒサロで全然あんなの40分ぐらい入ってくるお前よヒサロと CT スキャン一緒にすんじゃねえよお前。だって似たようなもんじゃんな人だね。まあそうだけどさ、もっと狭いんじゃねえか。ヒサロだって狭いよ。これだけねヒサロの中って音しないんでしょ。するよ。するの。どんな音するんだ。マシンの音がするの。グー。まず寝る型と縦型があるけどさ、じゃあちょっと寝る型でやってよ。寝る型ね。まあ寝るじゃん。寝る。そうすると上からこうガッシャンって挟まれるんだよ。それでその時にこれね本当に面白いんだよ。焼肉のさ火つける時みたいにジーって音がするんだよね。ああなるほどなるほど。ジーパシ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 ってつくんだよ。はいはいはい。SF っぽいね。そう。で何ごたくないそのままじーっとしてればいいの。そう。あとは無音。まあ風が流れてくるから風の音かな。ああそうなんだ。まあ30分ぐらいだったら無音でもいいし、俺は一時期あれだったね、30分ぐらいの時はサタデーナイトフィーバーだったね。サタデーナイトフィーバー聞いてたのサントラだったね。サントラを聞いたら焼いてんの体じりじり。すごい平和だねそれ。でジムでやってたんだけど、今ジムはもうマシンがないのね。ああなるほど。あの頃だからさ、iPod ごと持ってかなきゃなんないのよ。あそうだよね。マシン今だったらさロッカーにさ置いてさ Bluetooth で飛ばしちゃうじゃん。はい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 。そういうことか。そうだ今進化したよそういう意味じゃ。そうだね。じゃあちなみに孝太郎君立ってる型ってどうなの。寝型の時はさその店の人にやってもらったけど、ジムの立ち型はもう一人で自分で閉めんの。自分でもう「こんにちは」って言って「こんにちは」って言って閉めてちゃんと閉めてスイッチオンですよ。オンでグイーって感じなんだ。随分いろいろ経験してるね。プールとかでさ焼く前にさヒサロで下地作っておくと楽なんですよ。あそうなの。何焼けがいいってこと。焼けがいいしその赤くなんないし痛くない。つまりなるほどね。いきなり本焼きなんですよ。いきなりいけるんだ。下地作っとくと。そうそう。さすがだね。縦型と横型体験してる男は違うね。もう役としてはもうゴールデンウィークにはもう始まるからさ。早いな。早いよ。なるほどね。そうなんだ。貴重な経験だなそれ。最近はもうすっかり行ってないけどね。久々なんかあんのかな。だってジムからなくなっちゃったってことは孝太君はもうあんまり人気がないってことなんじゃないの。でも黒い人いっぱいいるよ。いるけどさいるけどさ、どっかにあるんだよね。どっかにはあるだろうね。聞くのもねまあねどこで焼いてんだって言えないもんね。どちらでって聞けないじゃん。そりゃそうだ。でもそういう人に限ってさ聞くとさ「いや海です」って言うんだよね。ああそうなの。嘘つけと思うんだよ。なるほどなるほど。海で焼いてたのは孝太郎君80年代ぐらいまでだよね。もう分かるもん、あの焼け方で。ああそうだね、うん、もう綺麗に焼けてんだよ。綺麗。しかし面白いな。じゃあヒサロのフィーリングで受ければ、うん、楽ちんで乗り切れるね。だからサタデーナイトフィーバーよ。うん、聞きながら40分。うん、いいと思うよ。そうだね。結構病院のあのマシン狭いからな。あ、そう。そうなんだ。結構圧迫感あるんだよ。で、なんか怖いんだよね、やっぱり検査されてるっていう。わかる。うん、なんかその感じが。ヒサロっていうかその日焼けマシンはさ、うん、もうなんつうの、真冬でも一瞬夏になれるからね。いや、あったかいね、やっぱり。あったかいし、ま、もう日差しがさ、夏の海だから。あ、もうそれ感じるんだ、体感する。感じるよ。じゃあちょっと嬉しいね、幸せな気分だね。いや、相当嬉しいですよ。あれ、金余り現象だったらもうランボルギーニの前に日焼けマシンだよ。日焼けマシンだ、うん、そういうことか、うん。じゃあこれ小太郎君、60年代の終わりにそれあったら真夜中のカーボーイは作らなくてよかったってことだね。だって日焼けマシン行けばさ、よかったね、うん、ねえ、ラッツは死ななくてよかったよね、日焼けマシン入ってれば。よかったね、うん、日焼けマシン、ヒサロ、そうか、やっぱ幸せ運んでんだな。まあ金かかるけどね。あ、そうなの。俺一回もやったことないから全く想像できないな。あんまり弊社好きじゃないの？ああ、そうだね、好きではないな。俺ね、打ち上げとかはね、狭い店嫌いだけどね、うん、弊社好きなんですよ。あ、自ら何、狭い部屋 OK って感じなの？なんか押し入れの中で暮らしたい。ああ、なんか子供だね、それ。うん、なんかちょっと基地作るイメージだよね。ああ、あるある。もう押し入れの中にこう、うん、布団引いてさ。なるほど。テレビもあってさ。なるほど。全部済ませたい。カプセルホテルとかも、ね、好きなんだっちゃ。好きだね。ああ、やっぱそれ世代なのかな。世代じゃないだろ別に。いやでもなんか SF っぽいもんね、小太郎君ね。確かに。やっぱこれ猿の惑星からのあれなんじゃないの、影響なんじゃないの、宇宙船の中のイメージ。ああ、違うと思うな。違う？猿の惑星でさ、うん、冬眠してんじゃん。そうそうそう、そう、コールドスリープみたいになってるよね。で、あれ開けるとさ、まあ、一人ほら、そうそうそう、漏れて死んでるよね、うん、あれが60年代でしょ。そう、69年とか。やっぱ数十年後のこうインターステラーは違うね、同じ冬眠でも。なるほど。水が入ってから中にね。あ、そうなんだ、うん、なるほどね。この水分の存在はね、やっぱりね。なるほど、なるほど。まあ、これだから遠赤外線とか関係もあんのかな。分かんないけど、なんか美味しく焼けたりするときにさ、そういうのが出てきたりするじゃない。あるね、うん、うん、そう、時代とともにそういう名前になってくるでしょ。水を使ったりさ、グリルでさ。あるある、うん、そういうことか。いやいや、そういうことでしょ結局。なんかでもあのさ、やっぱ水がさ、妙なリアリティをこうさ、水がね、うん、なるほど。でもほら、ずっと長いことさで60年代からそういうカプセルをね、研究してるとね、進化がわかるよね。あ、でもあれ、あんな冬眠何十年もするんでしょ、あれ要するに。そうだよ。すげえ話だよな。じゃないと俺つけないから、違う星にコールドスリープしないと。やだな。でもだから今現実的に言えば、古市幸太郎が今からすごい冷たいマイナス50度だかなんか中に入って仮死状態になるわけですよ、うん、はいはい。それで、1000年後に起こしてってことよ。やだな、それ。少しずつこう温めてもらってさ、復活するわけですよ、はははは。で、細胞は死んでないから、凍ってるから。1000年後に起こしてっていうのもさ、そうだよ。呼吸だって1分間に1回みたいになってさ、あ、心臓の動きも、あ、で、それ生きてるわけですよ、ちょっとずつちょっとずつ。なるほど。で、1000年後に起こしてですよ。難病の人はそれやりたいっていうね。まあ、いや、あれあるよね、よくね。治療法が今ないんで。ああ、そうかそうか。そうそうそう。ああ、なるほど、ね。例えば今ほら、がんでも治んないがんとかある人は、これが100年後になったらさ、治療法が簡単にも見つかっててさ、うん、薬一発みたいなね。そう、薬一発みたいなのあるじゃない、うん、そしたら、じゃあ今からちょっと100年眠らしてもらいますってことですよ。でも知り合い誰もいなくなっちゃうじゃん。それはね、そこが寂しいとこだよね。それはね、ねえ。でも豪太郎君は一人で飲みに行くタイプだからいいんじゃないの。でもさ、でも100年50年ぐらいでにかけるっつうと子供の人たちはさ、おじいちゃんとかだって生きてるじゃん。まあそうだね。50年ぐらいだったら知り合いいるよね。いるよね。うん、いる。でもしかしたら行きつけの飲み屋もやってる可能性ある。やってる可能性あるよね。やってる可能性ある。うん。玲子ちゃんもギリギリいるよね。うん、世代を超えてさ、ね、やってる可能性あるよね。うん。あら変わんないわねなんて言われる可能性あるよね。あるよ。そうだね。タイムマシンもできないのかな。できないよ。タイムマシンできたらさ、余裕じゃん。そうそういうことよ。それはね。それにしなくたってさ、時空を超えるんだから。ちょっと病院行ってきますっつってさ、100年後の病院行ってくれるでしょ。100年先行ってそれ直してきましたっつってねえ、それいいな、夢があって。どうする、100年先行っても治ってなかったらそれちょっとさらに100年ですよ。もうで戻ってきたら僕大変で、これずっと治んねえってことになるんだよ。タイムマシンでさ、乗車賃がすごい高いんだよね。えタイムマシンの乗車賃がすごい高いわけ。あ、高いじゃん。100年後だと200万ですねみたいなさ。そうだよね。まあでもさ、何年先行ったって何年後ろ行ったってさ、もう悩みはさ、いろいろ新しいのが出てくるよ。そうね、うん、だからもう今でいいよ。いや全然いいよ、うんうん、全然構わないですけどね。ねえ、うん、今はあんまり良くねえな。できればもうちょっとどっちかに。そう、まあでもな、こういうコロナみたいなのも絶対あるしさ、震災だって絶対来るしさ、まあ、戦争がないだけいいかなって思うよ。そうね、うん、まあ浮かれてた80年代あたりいいな。あ、今思い返せばね。うん、本当に孝太郎君あれだったよね。80年代の終わりからさ、デビューしてからさ、うん10年ぐらいかは本当今思うとお気楽だったよね。本当お気楽だった。だってそういう大きなさ問題もなかったじゃない、うん、なかったね、世の中的にもさ。そうね、まあ世界的にはあったんだろうけど日本には、うん、まあ、バブルはじけたけどね。バブルはじけたって言ってもなんだろう、直接それでさ被害を被るようなこともしてなかったじゃん。だからバブルはじけてもさ、うん、90年代の終わりぐらいまでは打ち上げのお金出してくれたもんね。なんかだからそういうことだよね。メーカーとか出版局がね、うん、そうね。だからレコード業界っていうかこの音楽業界がさ本当に上かけてきたっていうのは2000年ぐらいからいきなり来るよね。そうね、2000年だね。2000年、急にさいろんな事務所が潰れ出してさ、うん、レコード会社のスタッフたちも急にリストラが始まってさ、いなくなっちゃってさ、うんうん、それもう痛感するよね孝太郎君ね。2000年。いやしますよね。いやほんとする。だからまあそれまではさなんだかんだ言ってもさこうやってこれてたんだよね音楽業界って。これしたよね、きっと1960年代ぐらいからずっと、うん、よかったんだろうね80年代あたりね。えだからそういう時期もあったんだよな。そうだね、うん、で悪いのはさ孝太郎君さ、そういうさ、まあ一番いい時期にいたわけじゃないけどさ、そういう時期をさ知ってるじゃん、デビューしちゃって、うん、あれが当たり前だと思ってたからさ、うん、今をしのげばもう一回来るような気がしてならないよね。いやそれが絶対来ないのにさ。だってさ、例えば何か期待してるよね。例えばだけどさ、うん、もう時代が変わってったよ。コロンビアでさ、うん、エレベーター降りた時ね、バックオーダー順調とかってこう筆で書いてあったりしてるじゃない。あったね。それ貼ってあるわけじゃない。貼ってある。あれとかってもうなんて言うんだろう、甲子園出場おめでとうみたいな感じじゃない。そう、確かに。今の藤橋ビッグのロビー見てみなさいよ。もう世の中が変わったんだよ。変わった。はい、これ2つですが、はい、相変わらず35周年記念中ですね。そうです、7インチボックスが出ております。出てます。13バイナルシングルス。ですね、そして8月8日はまたクアトロでマンスリーですね。そうです。はい、そしてニューロチカ新宿ロフト出演300回カウントダウンシリーズという対バンシリーズに参加します。お9月5日17時半開演、新宿ロフトですね。ロフト出てないね。うん、全然やってない。バニラビーンズとやったじゃん。あ、やった。あれが最後、もしかすると。そう、そうかもしんない。バニラビーンズは相当前だな。5年以上出てないよ。そうだね。うん、全国のコミュニティ FM で放送中のラジオ版の池袋の交差点24時、毎週木曜日24時から放送中ですね。はい。そして広島の FM 伊原は土曜日午後3時から再放送しております。してます。ジングルもここで聴けますと。聴きます。そしてですね、有料配信リビングルームライブショー第12回目、これ来週ですね、8月13日から16日まで。お盆だ。これ先日のですね、大阪城野音ライブのものが流れると、はい。これもね、いつもだとほら1時間のプログラムじゃない。はいはいはい。でもあの日はフルライブだったんで、あ、まあ多分90分を超えるもうゴージャスな内容でいきますよ。ああ、そう。そうです。それは。まあ35周年記念ライブですから。そうですね。うん、ぜひ見てくださいって感じね。了解です。はい。池袋バスで24時。このポッドキャストはスタジオ山内の学士ドーナツから配信しております。してます。写真館もあります。 YouTube では全ての配信が聞けます。チャンネル登録をよろしく。チャンネル登録をよろしくって出るもんね。人の番組出てるとね、必ず出る。 YouTube あれが出るとさ、したくないんだよね。そうなんだよ絶対するもんかと思うよね。 AP メール袋24、はい、アットマーク gmail.com、はい、お待ちしております。はい。それではまた来週しましょう。 Do the download。